アキラリンは日本の元女子プロレスラー。東京都足立区出身。父親に連れられて女子プロレス観戦したのを機にプロレスラーを目指す。高校在学中の2010年、憧れの存在だった風光に弟子入り。10月31日のユズポン祭にて、スサエリのリングネームで美藤洋子とのエキシビションでリングデビュー。しかし、その後行われた。 プロテストでなかなか通らず、一人残された12月24日の3度目のテストで、ついに合格。1月23日、新規バファーストリングで開催された、スターダム旗揚げ戦、バース・オブ・ノバ・新星誕生。でデビュー。長野美香と対戦するも、3分55秒飛びつき、至球で必死逆十字固め敗戦。2月12日、旗揚げシリーズ開幕戦で、 相川ゆずきと対戦。フィッシャーマンズ・スープレックス・ホールドで敗戦。この試合は相川にとって初めてとなる後輩との対戦であった。3月27日、パッション注入シリーズ第3戦として、高橋七恵と対戦。冷蔵庫爆弾を落とされ片い固めで敗戦。高橋戦後、いろんな選手と戦って、経験を積みたいとコメントし、それがきっかけとなり、 4月10日の旗揚げシリーズ最終戦より、スタイリチャレンジ2エネミーと題した外敵との対戦シリーズが始まる。第1戦は、仙台ガールズのダッシュチサコで、ホルモンスプラッシュを受け、片エビ固めに屈する。4月24日の新木場大会。第2戦は同じく、仙台ガールズのヒレント対戦。アンクルホールドを決められタップアウト。4月30日の新規場大会。 第3戦は続けて、仙台ガールズの水波量と対戦。ダイビングギロチンドロップを受けて、片エビ固めで敗戦。5月8日の新木場大会。第4戦は中川智香と対戦。最もキャリアのある先輩との対戦に、スサは最強の相手と意気込むが、フィッシャーマンズスープレックスホールドで敗戦。5月29日の新木場大会。 第5戦は、松本博代と対戦。東海道大都市を受け、片エビが止めで敗戦。6月12日の新木場大会、予報虎と対戦。ネックハンギングボムを受け、ビが止めで敗戦。6月26日の新木場大会で、岩谷朝優との未勝利戦を戦い、スイング式スモールパッケージホールドで、初勝利。高校卒業を機に、3月20日の後楽園。 ホール大会からコスチュームをフィンガーグローブを装着した格闘スタイルに一新し、安川アクトと対戦するが、フロントネックロックでレフェリーストップにより敗戦。8月20日、初の他団体としてアイスリボン主催ティーンズ7に参戦。メインで勝愛美と組、南秘境岩谷朝優と対戦し、秘境をロシアンフックで仕留め勝利。7月14日、 アイスリボン、新宿フェイス大会、高橋七恵と組んで、セラリサ山口ルツコ組と対戦。高橋七恵の冷蔵庫爆弾で勝利。6月から8月に、JWP で開催された、JWP 認定ジュニアポップ王座時期、挑戦者決定リーグ戦にスターダム代表として参戦。3勝1分で優勝。8月17日高楽園、ホール大会。 岩谷朝優と組んで、高橋七恵秋沢美穂と対戦。脇、沢美穂のバックスライドフロムベノムで、岩谷がピンホールを奪われ敗戦。8月18日の JWP 後楽園ホール大会で、かつ愛美の持つ JWP 認定ジュニアポップ王座に挑戦。稲妻バスターを受け入れ日固めで敗戦。胃ごけがの状態が悪いため長期欠場となり、 話し合いにより12月1日にスターダムを退団した。2月22日、ランマル自主工業のバトルロイヤルに参加し優勝。左肘はドクターストップが続いているためこの時点で本格復帰は未定。8月30日、麗な高楽園大会において、かつて7重軍団で共闘した加藤優のセコンド。麗な追放がかけられた査定試合で祖父と今井の アクトクレフェリングを見るに見かねて介入し、勝利を援護した。9月7日、JWP に1年ぶりの参戦で、本格復帰。新人の林岩和とシングルで対戦し、ハーフハッチで勝利。9月30日のレイナにも参戦する。当面は、フリーランスとして活動するが、団体への所属を希望している。11月12日。 JWP 女子プロレスに入団決定。入団と同時にリングネームを改名しアキラリンとなる。2015年4月5日の試合で、右膝の全十字人体損傷及び内側側側副人体損傷を追って欠場。7月11日に復帰するも、8月26日、シードリング後楽園ホール大会、イロハ匠戦でのライガーボムで頭部を強打。 頭痛を訴えたため9月13日、板橋大会から欠場。9月16日、精密検査の結果、病状が軽度の脳内出血と発表される。10月7日夜、病状が低脳髄液圧症候群と発表され、過量していることが明かされる。復帰できないまま2016年11月3日付で現役引退することが発表された。後に移転前、ラストとなる。 JWP 道場で引退式を行う。ありがとうございます。